ファイナルファンタジー10、前回の続きからプレイしていきましょう。ついに、ジェクトを倒し、あとは、真に守られてる、エボンジュのみと、やっていかなきゃいけないのか。メガス3姉妹。てか結局メガス3姉妹敵として戦っただけで一回もこっち側で戦ってない。どうしよう、どうしよう。敵としての印象しかない。エボンジュが乗り移る。あ、3分割されるんだね。悪そうだな。召喚助三角さん。あれ、これもしかしてさ、あ、違うか。そうだよね、大丈夫だよね。酔い越しの銭は持たねえよ。10万だ、持ってけ。頼むぜ。脇差し、おほ、周りの動きは止まったけど、倒しきれてる。まだ金が足りねえってか。いいよ、2周目で金が引き継げようが俺には関係ねえ。持ってってくれ先生。これででかいのお見舞いして。同じ技か。そんな金の額で攻撃力変わるんだな。なんだこいつ、つえ、つ先生。ドレイン、めちゃくちゃ強くない？めちゃくちゃ強くないか。避けられたんだが、特殊連続魔法、フレア、フレア。よし。はい。これは切る。なんかめちゃくちゃ強かったな。こっちの、あれに合わせて変わんのかな。厄介だな。辛いよな、言うな。さっき戦ってもらったけどね。助三角さん、あ、そうだ、せっかくだからここでメガス3姉妹使ったらいいのか。ま、違うか。バルファーレの時に、ポンポコマルの時に使うか。ポンポコマルの時に使うの嫌だな、なんか。でもな、下から辿っていくとそうなるんだよな。よし。アニマ。あ、さっき、メガス3姉妹いなかったな。もう使えないのか。やっちゃった。やっちゃったぞ。なんだか。オーバーキル。メーカー3姉妹がなんかやたら強かっただけで、他そうでもないや。言うな、辛いよな。
仕方ない。アニマ召喚さっきもしてたんだからそのまま続投で全然いいんだけど、やっぱ見た目怖えな。エヴァンジュが乗り移る。召喚ストロガノフ頼みます。インパルス、これで周りの動きも一緒に止めてくれ。動きは止まった。ペイン、なんだっけ、死亡確定みたいなやつだっけ。うえ、マジか、強っ。技じゃない、違う、特殊か、特殊連続魔法、はい、オッケー。一人ずつこうやって送っていくのも辛いんだぞ。ユウナ頑張ってくれ。ストロガノフ、エボンジュが乗り移る。あの頭の上に輪っかついてんの何？召喚アネゴ、アネゴ超かっこいいよな。ファンサだもんなこれ。黒魔法ブリザラ、あんま強くないな。1万いってないんだ。かといって一撃でいけるかと言われると無理なんだけど。よし、おお、ナイス。せっかくアネゴのこれが溜まったんだ、使おうじゃないか。ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト、けーかっけー。じゃあな、ストロガノフ。本当にメイガス3姉妹使わずに終わったな。悔いが残るな。次だ、アネゴ。エボンジュが乗り移る。
召喚しよう。牧場を相性的に言ったら違うんだけど、どうしようかな。黒魔法サンダラ、よし、黒魔法サンダラ倒したね。次、巻き場を。これやっぱ自分の召喚獣を一体一体倒していかなきゃいけないの、ほんとつらいな。他の人が使ってる召喚獣じゃないんだもんな。召喚、近藤さん、お願いします。黒魔法、ファイヤーか。戦う。エアロスパーク。牧場王なんだもんな、これ。あ、これ、一言コメントついてたんだ。全然見てなかったな。見ときゃよかった。近藤さん、エボンジュが乗り移る。最後だからな。ボンボコマル。マスター召喚だ。行くぞ。シューティングパワー。敵として見れないような相手を用意してくるのほんとやだな。最後だ。ポンボコ丸、エボンジュが乗り移る。ごめんな、ポンポコマル。連続魔法フレア。あ、全然 HP なかったな。4000ぐらいだったな。この後乗り移る場所がないって話だったけど、これどうなんだ。
これで終わりだ。これが本当のラスボス戦ってことか。みんな、一緒に戦えるのはこれが最後だ。よろしく。なんつったらいいかな。エボンジュを倒したら俺消えっから。あんた何言ってんのよ。よくここまで我慢したよな。これが俺の物語だ。き、え、多くね？あ、多、そんなもんか。でもそれでも5ターンぐらいかかんのか。ケアルが、うわ、めんどくさ、こいつ。めんどくさいなぁ。エースが。あ、リリーズかかってんだ。死なないんだ、じゃあ、これ。連続魔法。えい。でも、ケアルが使ってくるんでしょ。オートでケアルが使ってくるの、ほんとに嫌だな。でもこっちもあれか。リレイズかかってるから。ホワイコみたいなもんだ。パワーウェーブ。アロンさん、あまりにもレベルが離れすぎて、そう、なんかお飾りみたいになってるな。アイテムも惜しみなく使おうや。ラストエリクサー。使うか。はい。特殊、連続魔法。はい。はい。やるが、これ鬱陶しいなぁ。やっぱ戦う、ケアルが使っていくんでしょ。本当にこいつはケアルが使ってるのが周りのやつじゃないってことは、周りのやつを止めたところで回復はしていくんだよね。こいつ自身がしてんだもんな。アスピラ、お前汚いことしてくるね。めっちゃ稼ぐじゃん。潤沢にあるんだよ、こっちは。ラストエリクサー。リュック入れとこうかな。盗んでみる？何も持ってない。そう、そうだよね。ラス弾だもんな。フレア。よし。とりあえずこれで、ちょっとずつは減らせてるんだけど。ケアルが。白魔法。エイスが。パワーウェーブ。何
りのやつ減らしてった方がいいかな。倒した方がいいのかな。技特殊使う、もう何使ってもいいだろう。なんか良さそうなやつないか。命のろうそく、死の宣告なんか絶対効かんもんな。竜の鱗、まあいいか、手榴弾で。はい、け、あ、あーめんどくさい。そうだよね、一発攻撃したらそうなるもんな。え、これでも普通の人、普通の人っていう言い方悪いけど、どうやって倒してんの？周りのやつから攻めてんのかな？戦う。ダメージを与えて動きを止めろ。アルテマ。アルテマ？おお、マジで。まあ、リレイズがあるんですけど、リレイズあるにしてもなんか、やだな、これ。あ、でもこれ一回ずつしかないのかな。今ついてないもんね。厄介だな。とりあえずアイテム使うか。ラストエリクサー、どんどん使え、どんどん使え。よし、連続魔法。はい、くれよ。よし、戦う。はい、これで片方は止まったな。よし、なんか使えそうなやつないか。ないな。特殊幸運あげるか。あ、リリーズかかってんじゃん。だったら死なないの、本当に死なないのか、この空間。はい、カージ、嫌な、嫌なことしてくるね、まったく。特殊使う。これでいいか。アルベル回復薬。とりあえず毒は、あれだからね。あと起こすのは、起こすのは攻撃したらいいのか。起きろ、おら。荒っぽ。よし。はい。はい。まあでも回復するもんな。戦う。はい、当たれ。よし、止まった。グラビジャ、グラビジャ。でも割合ダメージだろ、当然。大したことはねえ。一気に蹴りをつけに行こう。ラストエリクサー。全然ラストじゃないよな、3本飲んでんだぜ。これが本当のラストよ。周りのやつが回復担当してたんだな。回復しなくなってたね。無駄に長い間やっちゃったな。
続けろ。でも。これでいいさ。10年待たせたからな。もうお前たちの時代だ。エンディング、まるまる、映せないんで、映せないんでね、カットする感じになるけど、いやー、ゆうながさ、もう泣きそう、泣いてたんだけどさ、ずっと、また泣きそうなんだけど言ったら、ゆうながさ、最後、ティーダにさ、
抱きつこうとさしてさ、すり抜けるところさ。いやもう、いやもう、最後ティータが海の中から上がってくるところがあったんだけど、あれはどうなんだろう。まさかこの時はな、消えるのがティーダの方だなんてな、思わなかったもんな。改めて見ると感じ方も変わってくるよね。でも本当に面白かったな。つーかいやーすげー楽しかったし、つーもやろうと思ってるけど、この気持ちのままつーすぐ行くの難しいな。はい、ということでこれにてファイナルファンタジー10終わりですね。ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、10-2でお会いいたしましょう。